おはようございます。関根和夫です。お元気ですか私、おかげさまで元気にしています。私の書いた本、これ昨年出版されたんですけれども、いてくれてありがとうという、フォレストブックスというところから出ています。まあ、これ、命の言葉者の中のセクションだと思いますけど、それが再販になったという連絡をいただきました。大変嬉しく思いました。 初版の中にあったいくつかの誤字なども見直されて安心して読めるようになりました。このいてくれてありがとうという本はその副題として介護家族の話をひたすら聞き続けた牧師が伝えたいことという文章が書かれています。介護家族の話をひたすら聞き続けた牧師というそんなあの副題ですね。しかしこれはですね明らかに、まあ、私のことですから自分が一番ある意味でわかるわけですけれども 介護家族の話をひたすら聞き続けたというよりもむしろ、介護家族の話をひたすら聞くことしかできなかった牧師というふうに理解されるべき内容だと思います。これはグループでの介護家族のカウンセリングの場が終了し、今は私はクリニックの中で個別のカウンセリングだけをさせていただいていますけれども、今でも本当にその姿勢は同じです。聞かせていただくだけが私の能力の限界のように思います。 つまり私にはその方の人生や悩みに対する答えは分からないですね正直なところ分からない意見を言うことはできますけれどもこれが絶対あなたに対する答えですよというふうに言うことはできないですね冷静に考えれば本当にねでも不思議なことに聞かせていただいているだけなんですけれども相手が自分で何かを感じ 自分で何かに気づき、だんだん明るくなっていくという事例がたくさんあります。まあ、ある程度元気だからこそクリニックに来れるということもあるんですけれども、しかしそれにしてもカウンセリングってのは不思議だなと思いますね。私のカウンセリングというのは、いわばそのよろず相談のようなものなんですけれども、何でもお聞かせくださいという姿勢が継続できて、しかもその信頼にたるうなずきといいますか、で応答できたら、 何かしら人の心をほっとさせるものが生まれるんだろうなと信じているんですよね。えー、とにかく再犯の知らせを受けて、なんだか役に立ってるかもしれないなという気持ちになってですね、少し心が嬉しくなりました。まあ、もし興味があるようでしたら、ぜひお手に取ってお読みいただけたらと思っています。 まあ内容のほとんどがすでにどっかで私から聞いたことがあるものばかりかもしれませんけれども、まあ、文字で読むとまた少し感じ方が違ってくるかもしれないですね、えー。今日もどうぞお元気でお過ごしください。そしていつもお聞きくださっている皆様方に心から伝えたいですよ、えー。いてくれてありがとうございます。そしてお聞きくださって本当にありがとうございます。今日が良い日になりますように。それではまた。